えー、事業展開で関東、関西、東海で事業展開しております。えー、売り上げは上がっていますが、融資を繰り返し、常に、えー、資金繰りに困っています。うんえー、以前、リラクルの経営の際に自転車操業の時期があったとおっしゃっておりましたが、どのタイミングで資金繰りに一切困らなくなったんでしょうかということです、あのー、融資を繰り返して常に資金繰りが困っているのはちょっとおかしいですよ。ちゃんと利益出てますか あのー、そこちゃんと利益出てて、今、例えば何かをするためにお金がいるから、でもそのお金も必ず回収できるっていう形で動いてるんだったらいいですよ。ただ単純になんか赤字が出てて、その事業自体は赤字だけども、それを融資受けて補ってるんだったら、そんなものをいつまでたっても返すことできませんからね。それはあの自転車操業って言うんじゃないんですよ。自転車操業ってちょっとあの悪い意味で捉え、 ってる部分もあったり僕がちょっと間違って言ってるかもしれないんですけどもあの自転車創業じゃなくてうちの場合はえー、っとできた利益を全部店舗に回しながら融資も受けて店舗を出すこれは1年ぐらいで回収するんだけども1年待ってられないからすぐに2店舗目を出したいから融資をまた受けるでそこの利益をまた次の店舗に回すみたいな感じでやってたわけですよなので常にお金がなかったで借金も常にあった でも必ず何倍にもなって帰ってくるっていう算段でやってたわけなんですよ。でも今この話聞いてるとなんかちょっと心配になっちゃうんですけどもなんかこう資金繰りに困るってことはないはずなんですよ。利益が上がってる事業に対して借り入れしてるわけじゃないですか。で、それでまたどん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 利益が上がってきてって順調だからもう一個何か投資したいんですよと。で、それに対して銀行貸してくださいって言ったら調子いいから貸しましょうになるんですよ。で、そこで なかなか銀行が貸してくれないってことは、おそらく、えー、うまくいってないんじゃないかなと思うんですよね。それははっきり言って、自転車創業にも程があるっていう状態なので、あのー、潰れちゃいますよ、会社。そのやり方やってると。なんか僕勘違いしてたらごめんなさいね。でもちょっと銀行が貸してくれないっていうのはおかしいです。成長期で銀行が一回貸してくれてて、それで回せて、またさらに成長したいからお金貸してくださいっていうんだったら絶対貸してくれるはずなので、うん。 で僕は思いますけどねちなみに税金を支払う時の,税あのお金っていうのは貸してもらいやすいですからそこら辺はあの消費税を納めるとか税金納税のための資金貸してくださいっていうことは結構この時期だったらまた借りやすくなるんで申告した方がいいかもしれないですね。